さあ戦国無双猛将伝をやっていきましょうか。突輪の続きですね。今回長城の戦いです。やっていきましょう。今川軍は上杉軍とともに武田信玄を撃破した。追い詰められた武田軍は兵を引き、剣城と名高き上田城に立てこもった。これに対し謙信は宿敵との決着をつけんと進軍を開始。義元はなんとなくこれを追いかけた。運命しろ問答予想か上場。第4話上田城攻略戦。こういうとは、決まりじゃの。これで行こうかな。ちょっと柴田勝家の士気が高いんだが、ということで長城の戦いですね。いやまさか城突人でね、長城の戦いを味方全員生還するとは思わなかったけど、もうやるしかないね。で、まあ、まずね山形、こいつは強制敗走してしまうので、こいつは救えないですね。これも仕方がない、諦めましょう。でやられやすいのが内藤、馬場、原ちゃん、土、この4人がすぐ敗走してしまうので、まあ頑張って救うしかない。あでね、まあ式ガチャしてて、明智光秀はわりかし式が低い方がいいんですよ。であとね、あと丹羽長秀前、うん、まあこれぐらいだったら多分大丈夫だと思うんだ。式メーターだからさ、これぐらいみたいな感じで言うしかないんだよね。数値で言えないんで、半分よりちょっといってるぐらいだったらまあ大丈夫かなみたいな。でまあ草刈り鎌ですね。アイテムもこれでいいかな。全軍突撃、武田騎馬軍団の部、世に知らしめよ。殿、思いとどまりください。敵の馬防柵破ること容易ではありません。雪村よ、そなたはまだ若い。まずは長篠の城でも攻略しろ。さあということでね、まずはね奥平を倒そう。でちょっとねそれなりにねリトライしてるんで、ちょっと実況解説でやっていきます。ずっと喋ってるとねマジきつい。で奥平倒したら、あの奥平の兵を全滅させます。で織田軍の拠点、今詰所いましたけど、この詰所がね織田軍なんですよ。これだけ残して自分はねもう中央の方行きます。これをやることによってね、あの武田本陣からねプレイヤーが出てもね、あのミッション失敗扱いにならなくなるんですよ。でこの長篠城のねこの制圧か、このイベントをね成し遂げてしまうと、鉄砲隊のイベントが発生して味方が大幅に弱体化食らっちゃうんですよ。だそれを延命するために、延命というか伸ばすために、あのあえて織田軍の詰め所だけは残して自分は中央に向かっていく感じです。でその時に、丹羽長秀、前田利家で、徳川の、あ、違うな、織田の配下の信忠で、あと徳川軍の配下を倒して、まあ、士気を下げていく感じ。やっぱ鉄砲隊のイベントがね発生しない時の味方はそれなりにね強くて、まあ結構、まあ、士気下げてくれたりはする時もある。今回は下げなかったけど、
で、まあ、庭長いでと、まあ、原ちゃんはね、いつも出し対決してるから、こいつは絶対倒さないといけないですね。で、前田利家倒すと、原ちゃんと、土屋かな。土屋か。この二人はね、まあまあ、まあ大丈夫になる。大丈夫とは言い切れないけど、少しダメージは緩和される。で、その後に下行って、織田信忠を倒す。それで信長の士気を下げます。信長の士気もね、ちゃんと下げておかないと敗走するので。撃て。さあ、変わらぬものよ、裁きの時ぞ。で、こっから鉄砲隊のイベント発生して、山形が強制敗走するんですよ。でもこの強制敗走はもうどうしようもできないんで、まあ、これはもうしょうがない。で、榊原と本多忠勝倒して徳川家康の士気を下げる。これをやらないとね、武田勝頼の士気がね、どんどん下がっちゃって、あの穴山信清とか、うん、そうだね、大体敗走するのそれだな。信清が敗走してしまうんですよ。とにかく武田勝頼の士気は下げちゃダメ。やばいっす。でもこのね、忠勝と前田慶次の2連戦がきつくてね、そう、もう強くはないんだけど素早く倒せないんだよね。なかなか結構耐えるんだ、ドスコイ。で、急いで前田刑事を倒していく。稲川の玉込めの間に牙が届くはず。打ち手が交代することで連射は可能になる。一人の猛将はもはやいらない。死と数が全てを制する。いい勝負にしようぜ。でね、前田刑事も喋ってるけど、前田刑事も倒さないとね、敗走するんだわ。中央の味方、無謀は有なき者のすることない。もう少ししたらね、全軍突撃イベント発生するんですよ、敵のね。それ発生すると前田刑事が突っ込んできて、馬場と内藤とかやられてしまう。あんた、なかなかやるね。今回馬場がヤバかったんですよ。まあ、多分柴田勝家の士気が高いっていうのも影響があるんじゃないかなと思ってるんですけど、だいぶ体力ヤバいんだけど、まあうまくね、強撃っていうか、あの瀕死の時に寝っ転がると攻撃2倍とかなるんで、これを利用して、まあ、大ダメージを与えてくる。このままではいかん。で、このね、あ、これこのイベントですね。とどめを刺してやるがよい。でね、前田刑事をね、先に倒せば突撃イベントなくなるんじゃねえかなと思ってやったんですけど、やっぱなくならないですよ。これは強制的に発生します。で、これ全軍突撃すると、まあ明智光秀がね、穴山のとこに突っ込むんですよ。ここがまずい。穴山と明智光秀がもうガチ対決すると数十秒も持たないですね。速攻で敗走するから、ガチ対決しなかったら大丈夫。なぜ無駄死にしようとするのか。敵に囲まれておりますぞ。まあ様子見て、で、まあ大丈夫そうなんで、こっからまあ倒していく。明智光秀と柴田勝家を倒していく。で、原ちゃんがね、だいぶやばいんだわ。まあ一応さ、最初に丹羽中秀と誰だっけ、前田利家倒して、まあ火だめは緩和してるんだけど、服部半蔵の部隊がね、そこにいるんだよね、あの原ちゃんのところに。どんどん消耗してってやばいことになってる。
これ明智武士で倒すと、まあ上側は大丈夫。我らもこの勢いに乗るぞ。でさっきくの一がね、酒井忠次を倒してくれたんで、まあミッション達成だね。まあ徳川の家康の士気を下げていくと、くの一とかがね倒してくれるんで。その技の際、次こそは鈍らせてみせましょう。でもう原ちゃんがやばいことになってるから、速攻で服部半蔵を倒していく。そうしないとまずい。あれはもう遅れは取らぬぞ。もうほんとスピード勝負ですね。スピード勝負。定め、受け入れよ。まあただ本当あれですよね、1年前の突入だったら絶対無理なんですよ。本当に無理だったと思うんですよ。やっぱ武器厳選ができたから成し遂げれたっていう感じですね。あの昔使ってたゼツシラヌイカ、あの黒一の4武器、あれだとね、無理。私たちももたもたしてられる。基本攻撃力がちょっとついてるだけで負荷がもうほぼゼロなんで。殿、お味方は総崩れにございます。ここは一度お引きください。殿、やむをえん、引くぞ。でこっから家康を倒す。武田勝頼がね退却すると家康が突っ込んでくるんで、原ちゃんがやばいんだわ。めっちゃ突っ込んだんだよな。ひるむな。ババと原ちゃんが本当にやばい。今回はその二人がやばかったですね。敵に囲まれております。今回結構早く倒せ、結構早くね倒せたんだよね。もう突然のモノマネはもうね、ちょっと突っ込んでる暇ないよ。勝ちのみではいかぬ、負けも知らねば。でも今ちょうど今瀕死状態なんで、私たちももたもたしてられる。まあ瀕死状態活用して攻撃2倍もらって速攻で倒す作戦。とにかく画面内で入れてもやばいんだよね。もう体力ないはずなんだよ確か。はもう3分の1もないな、ババは。本当にやばいんで、ギリギリなんだわ。消えるがよい。これで攻撃2倍になって、速攻で織田信長が撃破して終わり。まあ一応ね、味方全員生還。まあ敵武将全撃破もしてるか。うぬごときに何ができるか。まあ突入でもできますよっていうのは証明できましたね。まだまだ私は強くなります。これでね、長篠の戦い、まあ味方全員生還クリアですね。まあ山形はもうどうしようもないんで、こいつはもうしょうがない。こいつはもう無理です。ほんとスピード勝負ですね。で今回ね NG シーンがありますので、まあよろしければご覧ください。ほんとねイニンガマしか出ん、ここまで来ると3ステージでたまーにマムシヒルコが出るくらいで、だいたいイニンガマしか出ないかな。で次のステージがあれですね、上田城、上田城攻防戦だっけ、なんだっけ、あそうだね、上田城攻防戦ですね。それでは次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。家康の士気どれぐらい今、あーこれだったら大丈夫そう。怖いのがこの柴田勝家と明智光秀かな。信清が今どこにいる、あやばいやばいやばい、信じるしかない。信清が本当に敗走すんだわ。いい戦だった、またな。間に合うか分からんが、
いや間に合わないといけねえんだが、頑張ってくれ。破れた。これつらいな戦人よ。信清つらいな本当。ガチ信清がめっちゃ敗走するな。これが本当にきつい。光秀の士気もう少し下げないといけないのかな。耐えるか。私たちももたもたしてられねえぜ。やっぱアバーガスもうやばいんだって。近いんだって。死ぬって。やば怖っ。かな。つれー、つらいわこれ。